はい、こんにちは、マックスです。はい、今日も車の中からの、撮影開始となりました。今日はどこへ行くかというとですね、オートバックスへ行きます。オートバックスへ行って、リアのウィンカーランプ、こちらをですね、豆球から LED に変える作業をしてもらいに行ってまいります。よいしょ。なかなか交通量が多くて環七出られませんけれど、無理にね飛び出してもしょうがないので、よいしょ、大丈夫かな。リアのね、フロントは LED なんですけれど、リアが豆球で、まあ、ちょっと視界っていうかね、視認性も悪いということで、まあ、LED に変えようかなと。でまたね、リアの LED が明るすぎると、後ろの車がね非常に迷惑するんですよね。あまりに明るすぎると迷惑するので、今回ね、取り付けてもらうのは一応600ルーメンっていうね、カーメイトのライトバルブなんですけれど、そちらをつけてもらおうと思っています。でやっぱりちょっと早めに出てきたんですけれど、結構渋滞してますんで、ちょうどいい時間ぐらいに着く形になるかな。すごいですね。これもう嫌になっちゃいますよね。こんだけずらーっと右折待ち。いやいやいや。この時間、環七混むのかな。よいしょ。まあ、あと45分あるんで、間に合わないことはないとは思うんですが、とはいえ、混んでますね。よいしょ。そして、今日使っているカメラはインスタ360エイスプロ、こちらをですね、車のサンバイザーに取り付けて、撮影しております。よいしょ。ほんとこね、しばらくずっと家を出てなかったので、久々の外出になります。そして相変わらず燃費の悪い車、ただいまリッター 4.3 だって。カールゲ遠方受信です。いやこれは辛いっすよね。でこういう渋滞にはまるとなおさら燃費がね悪くなっていくという。一応これも走行モードはエコモードでね、走ってるんですけれど、それでもこの燃費ということで、運転は気持ちいいんですけど燃費が気持ちよくないというね。はい、やっぱこの先渋滞マークが、これどっち側なんだろう、外回りなのか内回りなのか分かりませんけれど、赤いラインで、しっかり渋滞マークがついてますね。まあ急ぐ旅でもないのでのんびり行きたいと思います。はい、オートバックスやってきました。よいしょ。今回購入するのがこちらですね。
カーメイトの600ルーメン、2個入り、BW351 っていう商品ですね。でまあこれより明るいね、やつがあるんですが、一応それがあるんですけれど、600ルーメンこちらですね。で、こっちはねあのバックライトですけど、こっちはこの4つがウインカーですね。これをテストすると光量で、よいしょ、あれあれなんかちょっと接触が悪いのか、なんか つかないですね。これがつかない、ずっと押してりゃいいのかな。まあこれですね、この明るさになるんで、でウインカーの、レンズもクリアなんで、まあほぼこの色になるという感じですかね。本当はもっと明るいね、1100、1400っていうのは見れるはずなんですが、なんか今ちょっとこれ今電気の関係で明るく映らないみたいなんですけど、よいしょ、ライトつきました。まあこのぐらいの明るさの違いがあるということですね。さすがに1400ルーメン一番右のやつ、これだと明るすぎますし、その隣の1100ルーメン2つでも明るいんで、まあ目をかけないということであれば600ルーメンの一番左、こちらですね、これがいいかなと思います。はい、今車を修理っていうかね、バルブを付け替えてもらってるんですけど、自分の車がピットにないんですね。さてどこ行ってしまったんでしょうか。はい、そして、バルブ以外にもですね、なんかいろいろ買ってしまいまして、大荷物になってしまいました。ここへ来るとね、素では帰れないというそういったところです。あ、いました、いました、あそこにいました。作業をしてもらってるようです。さあ無事作業の方も終了しまして、これから帰ろうかと思います。まあ正味30分ですかね。まあバルブを付け替えるだけなんで、で抵抗値も入ったねバルブだったので、抵抗のね機械をつけたりとか、そういうのもなく、作業はスムーズ、簡単に済んだようです。さあということでこれから帰るんですが、先ほどね来るときまあまあの渋滞だったんで、帰りも若干渋滞はするんじゃないかなと思いまして、帰ろうかと思うんですが、あれどうやって帰るんだっけな、あこっちか。いや本当久しぶりの外出、なかなかね、ちょっと外へ出ないようにしていたので、久々の外出疲れますね。ちょっと体を動かしただけでも疲れるって感じです。さてこれを曲がって神田の方へ出ます。よいしょ、それでどっち行くんだっけな。これを左ですね。よいしょ、さあ行っておくれ。
それでね、まあ、作業のピットの方で、まあ、リアのトランクのね、作業だったんですけど、リアのね、テールランプの作業だったんで、あれなんですけど、どうも、始終、エンジンはつけっぱなしだったみたいなんで、相変わらずガソリンが、平均燃費がぐぐっと下がってますね。さっき来る途中ね、若干良くなったんですが、まあしょうがないですね、夏場ですからね。さあ、環七に出てきましたけど、やはり渋滞してますね。うん、まあしょうがないですね、こればっかりは。夕方の6時ですからね、汽車ラッシュ、帰宅ラッシュ、こんな感じでみんな都心の中にね入ってくるって感じですかね。で、付け替えたあのウインカー LED バルブですけど、あの本当ね、あのいい感じでした。さすがにね、あのそれを見ると今までつけていたあの豆球のバルブだと、あ、ちょっと心もとないなって気がしますけれど、まあ、今回のやつはね、かなり、明るくね、発色も良くね、発色も良いっていうか、綺麗にね、分散されて発光されてるんで、見やすいし、で、明るく、当然明るくなったし、いい感じになりました。まあ、自分でやればね、多分、商品代の6、7000だけで済んだんですが、まあ、約倍ぐらいですかね。かかりましたということです。さあ、渋滞もさほどひどくなく、無事に、自宅近くまで帰ってきました。この後ね、スーパーで買い物して、あとは帰るだけということです。よいしょ。よいしょ。あ、今日は夕日が綺麗ですね。さあ、この信号を越えれば、スーパーの駐車場入れると思います。さあ、駐車場が空いてるといいんですが、よいしょ。あ、案の定やっぱり混んでますな。自分が行こうかなと思うところにはみんな先客がおると。よいしょ。よし。後ろです。はい。よし。はい、ということでスーパー着きました。さあ、スーパーで買い物も終わり、あとは帰るだけです。いやいや、結構スーパーも混んでる時間ですね。6時にスーパーが混むっていうのは、皆さんは6時に買い物をして7時ぐらいからご飯を作り始めて、8時の夕食っていうのが大ね、普通なんですかね。うちはもう早いもんで、夕飯は5時半から6時の間にね、いつも食べれるようにしているんですけど、よいしょ。
明日からまた、明日はいいのかな、明後日ぐらいからまた天気が崩れるみたいなので、それがちょっと気になるところですね。はい、本日もご覧いただきありがとうございました。本日はオートバックスへ、車のリアのウインカーランプ、こちらをですね、豆球から LED 電球に変えてくるという、そういった作業をしにオートバックスへ行ってきましたという動画になりました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、またね、機会があったら謝罪動画やってみたいと思いますので、ご覧のほどよろしくお願いいたします。では失礼いたします。ありがとうございました。